こんにちは。日本学術書道会の田村貴男です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一物もまたなしです。自分には何もない、何をか取捨選、どうにかせねばの意味です。では今から一物もまたなしを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。